ギノガルフは僕がコントロールしてタイミングとかもかなりやってるので、うん、その代わり CM 入るときにマック入れるの遅れた、入らなかったりとかいろいろそういうのはあるんです、うん、か <noise> はいみなさんこんばんはやってまいりました火曜のるよえりゅうの愛でオープンザセサミ始まるよ <laughs>、はい、えみなさんこんばんは な,ないかな、どうかな、お, <laughs> お疲れ様です。今日も2時間、どうぞ私たちのこの番組に耳を傾けてくれたならば、私たちはとっても幸せでございます。ねえ、みさと。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくでございますよ。皆さん、どうですか、夕ご飯の準備は目の前にある。あの、2時間トイレ行かないでね。<laughs> <laughs> で、そこはね、我慢していただいて。はい、えー、今、沖縄は、もう、いろんなこう、選挙がいっぱいいっぱい、いっぱい重なってて。はい、えっと。このへ、この週末というか。 あの機能湾市市議選、うんそれでいいのかなあて、うん、もかな <laughs> がありました全国ニュースにもなりましたけどあの前知事がお亡くなりになっての県知事選が今月末あります、うんはい、でこの間ちょっとね私宜野座の方に行ったら宜野座の方でも選挙やっててあ、うん、ここでもやってるのとか思う,んうん、うん。もう本当沖縄はなんかうん、うん、やっぱりねあのー、一歩一歩こう前に進むためにこの、うん ここを変えなくちゃあそこを変えなくちゃっていう感じでいろいろあちこちで頑張ってる感じですねねそうですす、ね、なんかすごいなと思うのが、うん、私自身体重1キロ減らす,減らすためにこう食事を変えようと思ってもなかなかできないことを、はい、この県民とか市民とかのことを思っては <laughs> こうかなーかなって、はい、まああと国対国のこともいっぱい沖縄って出てくるわけじゃないすごいなって思いながらまた一口チョコレートが入るっていうのは怖いわ。 えそんなこんななここのえ1週間ミサトどうだった1週間は私それこそあのさっき言った食事を我慢するじゃないですけどちょっと食事体質改善をちょっと目的に食事の方をチャレンジしてたんですけどあの多分グル小麦をとっても今、グルテン中毒なんでしょうねが今出てきてるんでしょうねとっても小麦製品を今食べたくて食べたくてでもそれは多分本当にお腹が空いてるわけではなくてただ欲求。 だけで多分食べようとしてるなっていうのがもう分かるので何、うん、とかそうと戦ってます今分かるだって歩き方が怒ってるもん本当 <laughs> ですか <laughs> <laughs> あっ美里怒ってるみたいな <laughs> 食べたくてしょうがないんですよ小麦製品、うん、でもそこ今ちょっと我慢してますあ<ー>、はい。ちょっとお腹グーってなりそう <laughs> <laughs> えー えー、えそれなこんその違うち,ちょっと待ってえっ、ー、と私の1週間は結構ハッピーな1週間だったかなと、はい、あのよくわかんないんですけど火曜日にハッピーだと1週間ハッピーだったんだろうなと思っちゃう私がいるんですよ <laughs>、まあ、そんなこんなんで、はいえー、今日もよろしくお願いしますてなわけで今日のテーマもありますが、はい、今日はなんと、はい、まあね Facebook を見てくださった方はわかると思うんですけど、はい、今日あのゲストで。はい どうぞ。はい、えー、皆さんこんばんは。あの今日はゲストということで岐、えーはい、ノワ市会議員をしております小谷一志と申します。えー、この間ね日曜日には、はい、あの市会議員選挙がございまして、えー、皆様のおかげで四期目見事当選をさせていただきましたのでこの場をお借りしまして御礼申し上げます。どうもありがとうございました。いやお疲れ様でした。 なんかもうね選挙終わってすぐお呼びするっていうのは相当疲れてるだろうなと思うではいたんですけどあのどうしても出ていただきたくてあありがとうございますのなぜあのぜひ出ていただきたかったかというと今日もうずっと私、この番組あの技能案でこう番組やり始めた時にどうしてもやりたいコーナーがあって夢叶えたいっていうあの対話のあの体調のたいというか。ねそう そこにかけてるんですけど、うん、1>, こう1人じゃできないことが誰かがいてそこにみんなが寄ってって同じ思いを持ってる人が寄ってったら、うん、絶対叶うだろうとでそのなんかリーダーになってる人とか指針を持ってる方たちに来てもらってこんなんですよなんですよって話してもらうコーナーをずっと作りたいと思ってたんですけど、うんうん、なかなか難しくって。 これはと思ってすぐ電話。すいませんね。みたいなタイミングです。はい。えっと、今日もやっぱりこう選挙とかね、終わったばかり、お忙しいので。三十分しかないらしいので。もう。あとで、二十秒後には、それを。その。コーナーに入りたいと思います。が小屋さん、やっぱり、あの、あれでした。もう。ね、寝れてるんですか。選挙活動の時って。そうですね。あの、さすがに昼間とかは寝るんですけどね。もう夜はもう三秒で。 あのこれはもう子どものこ頃から <laughs> あの寝るのはねもねう3秒あればポトンって <laughs> 朝も結構5時半ぐらいから、はい、で,、はい、で夜は夜は、まあうん、とにかくすぐあの何もなければ眠るみたいなまあでも2時とかちょっと、ね、あった場合はまあい、うん、いかみたいな感じでとにかく寝るのは、ね、すぐ寝るんですよ。はい 年に1回ぐらい寝られない日があってそれはもう昼寝してた時とか私今24時間テレビですか27時間テレビですか<ー>どっち見てる時ですかって聞こうと寝をしたなの朝は結構強いんだけど夜がねあ<ー>あの12時超えるとまたら夜目がパチパチするんですよその間がねうん、うん、やっぱりちょっとこう私6時半がきついです夕方の6時半。

かもしれない。あの、今度試してください。ぜひね。ちょっとやってみましょうかね。なんかのゴヤさんが今のようなこうトークをするとなんかこう、この意外性に、なんかね意外な感じがねとってもちゃんと前の日に寝ないとダメよとかって言われるのかなって思ってたらザブタニーとかねやってみたいですよね。ね。 面白そうでその時のまぶたの色は黒がいいのか茶色がいいのか私はどうしようかなちょっとロシア人的にブルーなブルーだでまぶた開けたら黒でえってなりますよねああ苦しいあ苦しい。 えー、っとじゃああの <laughs> <laughs> コーナーに行く前に今日のコメントよろしくお願いしますはい太鼓、はい、さんからやッホーと来ておりますそして雷あカメラのフラッシュカード先ほどの写真の撮影の時の分ですねなるほど、うん、なんか昨日、うん、昨日か一昨日なんか昨日はすごかったですねすごかったですよ雨も昨日もずっとひどく降ってたりとかして雷も 昨日だったかのところでもどどっちも結構降ってました雨はで雷も結構なったりとかしたのでなんかあれじゃないですかギノワンのこの視聴船が空から見ててもハラハラドキドキでそれが出てたんでしょうねきっとねなんか今日は安泰なんですかねとっても穏やかですね今日朝ちょっと雨は降ったんですけどあ朝八時七時半ちょい過ぎから八時ぐらいにかけてが結構バーって降ってたので あれ記憶にない。おかいなどうしたんだろう。忙しかった。バタバタして。うん、一瞬ですよね。結構十分ちょいぐらいであ、すえっとでも北中の方はもうちょっとしばらく降ってました<あ>ずっと。あそこ盆地だから。うん <laughs> <laughs> うーんかないっぱい降ってたよ、うん、<laughs> あねそんな感じではい、はい、でちゃんおかさんから、はい、えフレームいただいてますいろんなことがあってすべてが今につながっているといただいております、はい、ありがとうございますあツイキャスの画面のあの米あのテロップが出てた分ですねあ,<ー>あの消していただきましたのでありがとうございます、はい、教えていただいて、はい、で明かし屋さんまさんこれはこれはこんばんファーっと来てお久しぶりですよね,ですねなんか、あのー あの誰が来た時だっけ明石西さんまさんと金、うん、メラタクさんじゃないん、ね、なんかね。うん、なんかみよう。そんな、ね、<laughs> そこだけでなんかあの盛り上がって。<laughs> うん、そうそうそれを読んでる私たちが大笑いというね。そうそうそうなんかそんな面白いことがありましたね。いねはい。えチャンホンカさんお仕事お疲れ様でございます。うん、はい。太国君ゲーム進んでるみたいな。うん、では20秒後始めたいと思います。ではではのほど。 なんかこの B の曲が B パターンがあれだったので B パターンずっとかけてると B パターンの何だよ、はい何とかをやめなくちゃ諦めないです、ね、ああそう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 で結構ああでもしゃべってるからまあああだけど。 その B. パターンの、はい、B. を最初にかけて、はい、あいうをお音楽かけてもらっていいですか。お願いします。はい,はい。おはつ、夢叶えたい。 夏ですいやあのー、この夢叶えたいにもいろんなのがあると思うんですけど、うん、あのー、なんだろうあのー、私がなんで1回目小屋さんと思ったかというと、うん、私たち震災でこっちに引っ越してきてはいあのー、小屋さんをあの市議会議員さんって知る前に、うん、自治会ですごいお世話になったんですよでなんかこうずっといろんなあのこう自治会に行ってなんかいろんなことをやってるうちにあのー 市議の方なんだよって自治会長さんに教えてもらっていや遅すぎるでしょそういうことら遅するのみたいなのなら一番最初に教えてくれそうな内容ですけどねこんななんか穏やかなでこうみんなを差別しないというかそれでいてすごいこうか柔らかい感じでこうやってくれる方が市議なのって思って私もこの被災者枠でちょっとお仕事をちょっと。 やっったことがあってそこでちょっとね困ったこととかあった時もちょっと助けて頂い,いてとかあ、うん、あと思ってそれでこうお仕事の風景とか見てて、うん、いやー私はこれは勝手な思い込みなんですけど、うん、こう選挙やってるのってどっちかっていうと私の選挙のイメージっていうのは私たちのためになんかこう。 こう周りを見ててここはこうした方がい,いやした方がいいと思ってこう私たちのためにこう出てくれるわけじゃないだからこう選挙活動をこう誰の聞いてても「よろしくお願いします」「いやいや私たちがよろしくお願いします」って言うんだよね普通はって思っててでいやなんか逆によろしくお願いしますとか1票とかで「いやいやいや私たちのために動いてくれてるから」でいつもそこが私は子どもの頃からちょっと。 にんかこうね本当に365日24時間体制で、うん、特に儀乃湾のなんか審さんって動いてくれたりするからうん、うん、なんかねーすごいパワーでしたね。 ニュースとか見てたりしていやちょここ違うよ、本当こうだよとか思うところはあるけど、うん、ちょっとこの場では言えないから特番組でを言いますけどね <laughs> 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 まあそんなのをいつも私の中では抱いてたので、うん、やっぱりこう一番最初に来てほしいなと思ったというか、うん、ぜひよろしくお願いします。あ、うん、あののんだろうあの小屋さんがこう この市議によしたってこういうことをって思ったのは何,何がきっっかかけだったんですかそうですすそうねいくつかきっかけみたいなのがあったんですけどね、いろんな、その当時のこの議論湾の情勢とか、はいはい、あと他の市町村と比べてだとか、はいでまあ、そしてまた、あのね、えーまあ、その時ちょうど43だったんですよ、今は44ですか、あ違いますね。<laughs> <laughs> <laughs> えー、そういったいろんなもろもろあって、はいはい、でその時にねじゃあもうなんかほらあの野球でもそうですけど <laughs>、はい、あのプレーをしてる人と、はい、あと外にいる人でいろんなやじとかいろいろいう人がいて、はいはい、じゃあもうプレーヤーになってみて、はい、あそのじゃあ責任を頑張ってあの一緒になってみたいなっていうところで、はい、もうきっかけはそういうふうにあの結局ね ずっと、ね、あの高校卒業してからは義堂安史の外にいたものですから、はい、あ逆にそのあとはまたあの仕事もね全部市外だったんですよ。はい、なのであの地域のこととかあまりできなかった部分も多かったので、うん、じゃあ逆に今度はその分またあの本当生まれも育ちも不手間なんで、はい、少しでも何かお役に立てるようなことができたらいいかなみたいなそんな感じであの飛び込んで。 行きま今こう小屋さんが今回4期でしたそうで今回こう4期この4期をこう一歩踏み出してこのスタートしたわけじゃないですか <はい S 2> このこの4期でこうあこれはって思ってるのは一番こう。うん いろいろありますけどやっぱりあの今回テーマに挙げたのがとにかくその初心を忘れないでということとあとやっぱり4期ということは継続ですから継続して今取り組んでる僕が課題とかあるのでそうう取り組んでる継続をねしっかりとあの引き継いでいくということをまあ大きなテーマに挙げててま,ああのまだ道仲間の授業とかもあるのでそれをしっかりあの完成できるように。 また議会の立場からまた市民の皆様の声をしっかりまた視線に届けて立派なものがいいものができるようにしていきたいなというのですね。どうしても最初はそう思ってるんだけどこういう時は思うんだけどとかあってもだんだんそれが薄れていくどうしてもでもその中での今日ちょっと私もテーマの中でこれは話そうと思ってたのが同じことが今初心忘れる。 ここってすごいやのどうしてもこうなんかこうなんだろう、ね、年月というか時間が過ぎていくと忘れちゃう部分ですよね。よねうん、あの形からね入っていくとね。はい。あのちょうどまあ12年前に選挙に出るときにあのいとこのまあこからねあの借り手いただいたんですよ。はい、でえっと12年前のものなんだけど、はい、大切にしててあの今回もねそのそっき 大会とそういう,、まあ、なんだろうメインの大会の時につけてまたあ入らなかったらどうしようかという <laughs> <laughs>、まあ、無事ちゃんと入ったんでサイズの感じだなということで、ね、そ,それはあの見るたびにやっぱりねその時の気持ちをもう一回、うん、あの振り立たそうということで、うん、あまり普段はつけないようにしてて時々こう,こう見てやっぱりそのイメージをもう一回思い出すということをあの時々あのやったりして今回もそういうことで。 やっぱりその形から入っていったですか確かにね、確かにこのなんかこれを見ると思い出すとか私はとにかく謙虚さを忘れないようにっていうのだけはいつも踏まえてるかな自分の立ち位置を忘れないようにとかでもすごいえいえ、全然まだまだなんですけど本当、この夢叶う。 夢叶えたいでねちょうどその話の時にちょうど最初に出た12年前にこの「モンゴル800」の「夢叶う」っていう歌時々カラオケで歌いさせてもらいますけどこれをね頭でずっとあの時はリピートしながら明日に今夢叶うんだっていうことを頭でいつもリピートしながらんだろう厳しかった時とかをこの 最初、頭にね曲をリピートさせて何か自分の応援ソングみたいな感じでやってたなというのを夢叶えたいって言ったからタイはちょっと違うんですけどね明日には夢叶うっていうのは皆さんもね共通していろんな夢があると思うんだけどやっぱりそれをどっかに持っておけばいいのかなみたいな早速ありが応援ソングですね。 うん、なんかあのやっぱりこうやる人とやらない人の違いは、うん、もうたった一つだけですよねやるやりたいっていう気持ちを持ってるかうん、うん、なんかもうそれを持ってないかもちろん当たり前のことなんだけどうん、うん、やらない人はいろんな理由をこうやらないで済む理由とかうん、うん、済むことを止める理由を一生懸命言うというかうん、うん、だからこう人の言い合い見ててもなんかこう。 邪魔する人の言葉の数とそれをいや,やいや,いやそうじゃないですよっていうのを、うん、今回もこういろんなものを見ててこうあのやろうととする人は冷静だなな思った。うん,うん、なんかこう本当に穏やかに穏やかに相手もこう認めつつ。う やろうとするってなんかすごい私今回のの申し訳ないですなんか選挙は涙が出たというか、うん、いろんなこう場面をこう見てて選挙運動もそうだしテレビの報道もそうだしあとそれを応援してるこの皆さんというか私も含めこの市民の人とかああんかみんな真剣だなってこんなにこのなんだろう自分たちの。 なんかこの住んでる場所の選挙を真剣にこう前のめりでこう。やってる場所って他にあるかなっていうか、ちょうどちょっとこう。私このね、あの週末いなかったので、あの。もう子供たちとみんなで、あの期日前投票。はい、入れた。それ行ってきたんですけど、なんかすごく選挙。 協権とか選挙のあの一枚の紙というかを、うん、すごく重たく感じた、うんうん、それは沖縄に来てから特にまあでも今回の市会議員選挙の投票率というのが確か52.8% 52. で、うん、あの前回よりもまた下がっちゃってるんですよそうなんですねだからねあのやっぱりこれはまあ我々のまた議員の 責任もあると思うんですけどやっぱりあの関心をね持っていただかないとそのせっかくの,ねあの権利をねあの放棄してしまっているのでそれはちゃんとそのあ投票したいと思っていただけるような活動をね日々あの我々がまた発信する必要もあるんだなというのをねそのやっぱり投票率を見たらねうんこれじゃあやっぱりねせっかくのね権利をね行使されないというのはやっぱりどこに責任があるのかなというとやっぱり現職のね 我々のその議員がもっと頑張らないといけないなっていうのをね、うん、まああの一つその結果を見るとまあ反省というか、うん、あのそういうのをちょっと感じましたね。えっと多分もしかしてこのなんか投票のあれが下がったのは18歳まで選挙権が、うん、あの落、うん、ちおなんか年齢層が、ね、年齢が幅がね広がったからこ 18歳、19歳とか若い子たちがまだこの自分たちが住んでるところの現状をあのこのこ平和活動んだっというのは聞いてるけど実際のところを知らないというかだから、やっぱりお父さん、お母さんもうちょっと自分たちの住んでるところう関心持ちましょうよなんかあのあだこうだってねいや絶対なんか自分のやってるとこ住んでるところ関心を持ったら。 すべて自分たちの生活とか子育てに関して絶対戻ってきますもんね。ま我々はそれをねどんどん発信してね。そのために僕もあのフェイスブックやったりあのこのね FM のラジオさせていただいたりしながらあのとにかく発信しないといけないなっていうのが今日今日もねラジオに読んでいただいたこともありがとうございます。いやこちゃこさんありがとうございます。もなんか今のタイミング本当申し訳ないなとか思いながら全然問題ですありがとうございます。 ええ、もうこっからもう一ヶ月二ヶ月もう忙しいんじゃないですか。そうですね。あのえっとまあ逆にね何も考えなくていいっていうか、そういもう喜んと決まってるので、あのそこだけ証券部を回って走っていけばいいので、あのなんて言うんでしょう、まあそれはそれでまた。 あの、わって走っていけばいい。こなさなくちゃいけない時期みたいな。それを、まあ、あの、ちゃんと、この、一日一日以上ね。目標を決めてやっていくっていうので。あの、まあ。あ、それ、すか。すみませんけど。というか、あとも、やるだけですからね。もう、それは、まあ、みんな、多分、同じように、我々の仲間は考えていると思うんで。というか、あは、やるだけなんだ、ということで。すごい。そうですよね。あとは、やるだけなんだって。 やるかやらないかだけなんで、うん、かく結果が問われるのが政治なんでそこに少しでもあの近づけるようにね、うん、もう基本がどっちかというとそう怠け者だったりあんまりその自分から何かあるというタイプじゃなかったんですけど<ー>もう今もそれは基本なんですよあるんですけど、うん、やっぱりプレッシャーをどんどんあると、うん、逆にまたそれ

この政治でこう政治家さんに立った方たちが私たちの上にいるわけじゃないですか、うん、でこ,うこんなことやりますあんなことやりますっていうのを聞いてて私たち市民は何やったらいいのか正直分かんなくて議会頼りを読みましてあそうかこういうことやってるの、うん、こういう考えなんだっていうのは読んだりするんですけど、うん、あとこうお会いした議員さんたちとかいろんな,こうなんかの、ね、人たちと会った時はこう話はするんだけど いっそうじゃあ私たち、ただそのなんかこんなのやってんだなって聞くだけでいいのか、うんうん、こういうのを意識したらもっとこう流れがよくなるのか、うん、私いつもなんかあら私たち投票するだけでいいのかななんかすることないのかなって思ったりして、うんあのまあ、今回の選挙の中で、はい、4期目どういうことをやっていきますっていうの選挙法とかもね。はいはい、それをあの 発表させてもらったんですけど自分がその一期目からやってるのもあるんだけどいくつかは直接こうやってお会いして今後ねどういうことを取り組んだ方がいいと思いますかとかあとどういうことに困っているのとか直接僕なんかはお伺いして話を聞かせていただいてやっぱりあの一人のね見る目よりは市民の方のねこういうのやってほしいとかああいうのやってほしいっていうのを今回ちょっといろいろな方に聞いて回ったのでなのであの あれなんですよ僕の、まあ、ブログとかにやってるのは「はい、あなたの声が力になる」っていうのがあって、うん、それはあの大勢の人の人声じゃないですよ、はい、私とあなたですから、はい、あの二人称なんで、はい、あなたを一人の声でも、はい、姿勢を動かす力になることがあるんですよっていうのが、うん、この 言葉の意味でこれ1期目やった中で本当にあのいろんなまちづくり事業のヒントを1人の方がねあのこういうことがあったっていうのを言ってくれてその時にあ大勢の声も確かに大切だけど1人のね声っていうのをしっかりと我々はちゃんと聞いてでその声っていうのをしっかり大切にまた支持に届けるだからほら政治って誰がやっても一緒だし何も変わらないよって。 思うじゃないですか、はい、う確かにそういうのはあるのかもしれないけどでも一人の人の声でこうやって動くこともあるんだって、うん、そのための仕事をしたいなっていうのがあって、はいうん、それであなたの声なんですよ<は>、うん、たくさんの人の声じゃなくて、うんはい、あなたの声が姿勢を動かす力になるっていうのをもう毎回ずっとこれを頭の中に置いてねうん、うん、まあ ちょっとやってるんですけどねど、まあなかなかうまくいかない時もありますけどね。うん、<laughs> じゃあ、もしあのどっかあの自治会だったり、どっか、うん、あの。もしくあの役所だったり、こう街でどっかで、もしあの小屋さんだった時に。呼び止めて、小屋さんみたいに話しかけてもいい。うん、あ、もちろんですよ、<ー>あ、もちろん、それはもう嬉しいですね。はい、そう言っていただいたら。はい。はいはい でそれにあの怖がらず遠慮せずにフェイスブックとかブログの方に、うん、こんなんですよあんなんですよって書き込むっていうのもまた方法だったり皆さんいいこと聞きましたよんかどうしてもね、うん、なんか、うん、どんなふうに話しかけたらいいのかなと、うんうん、か。なんか 遠慮するというか、本当にどうしていいかわからない、やっぱり思っちゃいます。近寄、うん、りがたく感じるというか、かうやっぱりちょっとね、ちょっとやっぱり。うん、なんか、ね、頑張ってくださってるの分かってるけど、うんうん、こっちの、ね、たった私一人が声かけていいのかなってやっぱり。あるよね。やっぱり思っちゃいます。なんか、こう、うん、投票したら、よしな。なんか、でも、こう、なんか、こう、私たちのために頑張ってくれてるのに、うん、なんかこう。ど、どんなしたらいいんだろうなみたいな、うん、あの。 それはすごくちょっと思ってたのでああ、なるほど、そっか今聞いてそういう方法がいいですよね、やっぱりちょっと直接話すのが照れくさいとかなんかっていうときはフェイスブックとかブログとか書き込めるっていうのはこれはまだちょっと気が楽と言ったら変ですけど行きやすい。 場所かなと思います、ね、人見知りでもなんか文字ではできる,きできるみたいのね。<laughs> 現代ですけどね、はいはい。あの皆さん愛のある形でよろしくお願いします。<laughs> ぜひぜひそうですよね。本当に。ですね。<laughs> なんかなるほどなるほどって思いました。あのねあまり肩はらずにね。はいはい、あの逆にあのまあ、たまたまあの僕が見たフェイスブックで、はい、そういった現状を見て。 ここはどこだからということで出かけていくこともあるしとにかくあのまず基本は、はい、あの市民の皆さんの声をあの聞かせていただくというのがもうとにかく基本なんでそれからは始めないといけないし、はい、もちろんあの、うん、自分がこうやっていきたいというのはあるんですよ、うんうん、でもやっぱりいろんなその中で、うん、直接、ね、あのこの訴える方の,、ねはい、この思いというのがやっぱり伝わるんですよ。うん、この たくさんの中のいい方ってなるとなかなか一人の方の思いがわからないんですけど一、うん、人の方がこうなんだっていう思いというのは、うん、もうすごく伝わってきてスイッチ入りますねスイッチ入ってよっしゃ、これ頑張らないといけないなということなんで、うん、だから僕一人の人の,この声っていうのはとても大切逆に大切なのかもしれないと思いますね。うん、そうですねなんか 私なんかはこう沖縄に来て誰も身内とかいなかったので、うん、本当にわ,るわらをもすがるような思いで、うん、あのもう助けてくださいっていう感じで相談に行ったので、うん、やっぱり今の言葉をこう聞くとあの頃を思い出すというか、うん、本当になんかあの言葉でもう表現できないというか。うんうん、あのあれがあったかからなんかこう その後もここで住むことができて生きてこれこれたんだなっていうのをすごい感じるというか本当になんかちょっとテンション上げて話そうと思ったんだけどあの頃を思い出してしまったというかなんか今日も大家さんはまた次のいろんなことに向かわなくちゃいけなくてお時間がない中来ていただいたんですけど最後になんか僕もこのラジオをやるきっかけだったのがこの目の前に今、 ここのねやっぱり跡地利用というのが、うん、今後の宜野湾市の沖縄の、ねはい、未来に大きく関わってくるので、はいはい、その目の前でラジオの放送できるっていう、うん、本当にねすごくあの幸せなところなんで、はいえー、子どもたちにね本当に子どもたちのね笑顔がね、うん、あのをたくさん見られるようなそして私た,たちの仕事は 子どもたちにね、はい、あの技能市をね、沖縄県をね、やっぱりバトンタッチすることなんで、はい、その時にこう夢がね、重れるような技能湾市作りをね、はい、やっていきたいなということを、もういつも思って、子どもの笑顔をね、忘れずに頑張っていきたいなと思ってます本当にありがとうございます。なんかこう、話聞いてたら、もうなんかもう、やっぱり、五夜さんにこの1回目。 夢叶えたい、うん、出ていただいて、はい、もう最高だねんそくないもう本当ありがたかったですまたぜひお時間を作って出ていただけたらと思いますお待ちしてますありがとうございましたありがとうございました

こうううななんだろうなもうどっちに進んでいいかわからない手を伸ばせばもう指先にトゲが刺さるようなカミソリでこう指の先を切るようなそんなことばっかりが起きてでなんか真実が伝わらなくてもう苦しくってもう,もうどうしようこれって。っていう時になんかそういえば。 思って小屋さんに相談に行ったんだよね。うんうん、本当にもう忙しいなんかこう話を聞いてくださって、それでこう解決に繋がったんだけども、でまた新しい道にこう私も一歩を踏み出せたっていう感じで、本当あのまたね小屋さんの奥さんがまたそうなんですね。もう本当にお感謝でございます。はい、あのそんなね忙しい中に来ていただいて本当にありがたいと思います。スーパーマンのようにね。 でもしっかりこうんなんでしょう忙しいはずなんですけどしっかり内容が。 さすがだね。本当にスマートで、でまたさっと去っていく、本当スーパーマンだなと思っましたけど。ありがたいっいうかね。そんな感じでございます。はい。ではコメントの方三咲さんよろしくね。はい。コメントいたいてます。はい。待っていただきます。赤さんまさん、村のラジオ出させていただいて光栄でしたよ。まあサーカーの第一ゲスト楽しかったですよと。はあ。ごやさんのこと真ん中イケメンだね本当綺麗なお顔を立ちしてますから。本当綺麗ですよ。お父さんと瓜二つなんですよ。あ、そうなんですね。お父さんの若い頃ごやさんのお父さんが若い。 頃も同じ <laughs> あのお顔をしていたという。<laughs> あら、じゃ、お、だ、お父様もイケメンですね。とても綺麗な顔なんでしょうね。うだから、あの、ある意味未来人かと思うぐらいそっくりだったというね。う<ー> <laughs> はい。いいですね。はい、ええー、引き続きさんまさんで、はい、慣れてくると、何でもそうやって、初心者の気持ち忘れちゃうよね。俺はまだまだ芸能界で底辺やと思ってんで、と。はい。選挙頑張ってや、とコメントいただいてました。はい、はい、ありがとうございます。ええー、函館山、沖縄山函館マウンテンさんから。あら、ヒーさん、確か市議会建設委員会だよね。 我々市民はなまらたくさん提言するべえとコメントいただいております。はい、はい、えひいさん、こんばんはですね。はい、お疲れ様です。こんばんは。えっと、函館山の沖縄山さん。うん、はい。えっと、お初でございますよね。どうぞ末永いお付き合いよろしくお願いいたします。コメントはどんどん拾っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願、はいします。えー、木村拓哉さん、お久しぶりです。と来ていただいて。おりますお,お久しぶりですね。すねはい。 ぜひよろしく、えー、はい。エ、えースプリームスプリームさんからちらっと覗いたらヒートさん、はい、当選おめでとうございますとね、えー、さっきいる時に呼べればよかったんですけどね,ねきっと伝わっていると思いますありがとうございます、はいえー、ヒさんより良い気の安心にしてくださいとコメントはいええー、木村たけさん選挙は若い方にわかりやすく説明するのもありだと思いますよと本当だね、うん、あのすべてやっぱりいろんなことが、はい、こんなのとかこんなの一人変わってもって言うけど、うん、あの すごいリアルに沖縄の選挙の場合は本当にリアルに変わってくるので空気感とかいいやー大きいですよ今日の「ではそんなこんなん」をあのスタートでねあの夢叶えたいっていうのでご屋さんに来ていただいたんですけどもうできることなら第2回目はどなたが来てくれることになるかお楽しみに。はいなわけで20秒後後ほど。

違うって何違うって何これ説明するの難しいですよね違うって何ってきますか <laughs> だって違うって何違いがある何か異なっているものってことですよね、うん、それをでも違うって言うからですね、うん、何か異なっているもの、うん 何か異なっているもの、それぞれの違いだったり、うん、何か間違ってる時も違うって言いますよね、うん、でもやっぱりなか異なっていること、違うこと,、うん、こと違う、また同じこと、難しいですね違うのは違うんだよね、うん、そうですね、それです、もう本当にそれです <laughs> <laughs> 本当にそれです、もう <laughs> そう、違うのは違うんだよ違うのは違いますそう。うん。同じじゃないこと うんですね。シンプルでいいですね。<laughs> それです。<laughs> めっちゃ考えたのにそれです。うん、あのーうん、そう違う。違うってじゃあどんな時に使う？うん、この違うなーとか思ったこととか。違うなって思うときは、うん、ああでももう違うなって思ったときに、うん、じゃあ、うん、つい最近違うって感じたこと。 つい最近違うって感じたことですか。うん、あの <laughs> これがこれがなんでかなって思ったことだ。違うと思う自分はこれはやらないなと思ったことがあったのが、うん、あのこれ言っていいのかなまあ言っちゃいましょうね <laughs>。<laughs> あのまあいろいろこう手にたくさん荷物をこう持っていて、うん、とりあえずこう動いている最中に呼び止められて。 あの長時間話をされるっていう。あー一回下ろさせてよってねそう。とりあえずちょっと下ろさせてほしいなっていうのがあって、うんうん、でそれをあの結構な人がやるんですよ。やっぱり特に日本の方がやるんですよね。それを。あー。あー。おーなんですよ。だから。スタッフ同士。あ、じゃないですね。お客さん。はい。で、あのそのそうなんですけど、こう持ってる時に。 特に多いのはやっぱり日本の方が持ってこうやってるる時に「すいません」って「注文いいですかこれとこれとこれと」とかって言われたりとか「これお願いしていいですか?」とかだから多分今言わないと今度またいつ捕まえれるか分からないっていう多分のがあるのかなと思いつつもあ,あでも、うん、あそこの店は、うん、もうしかわけないけど、うん、ある今捕まえないと <laughs> こう捕まえられないとか。 確かかにそうです、ね、なんかこう普通、視線感じるじゃんこんぐらい見てたらとか <laughs> 手あげても振り向かないしさだから美里が休みの時は行かないようにしてるあ、うんうん、あののなんかねあの、うん、もう本当にこう見えなくなる瞬間とかもあるから申し訳ないなと、うん、たくさん待ってたんだろうなとか思うんですけど、うん、あの多分両手に3キロ,だけぐらい3キロちょいだけぐらい持ってたりとかする時に呼び止められて <laughs> 今ですか、待ってくださいはいわかりましたって言うんですけど結構プルプルしてくるんですよね。<laughs> そう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 いう時があったりとかするのでそうしたら言えば「お水飲んで待っててください」<laughs> 言えたらいいんですけどね今これ置いたら来ますので「<それ S 2> お水飲んで待っててください」<laughs> ってきますとかって言うんですけど <laughs> はいそそうそうだからなんかその感じがあっ いるのかな、その日本人の方は、多分、うん、本当に、やっぱりそうだと思うんですよ。あ、と、うん、特に、本当にあそこの店は捕まりづらいと思うんです。忙しいあの、なんか忙しいと、わざとお前見てないでしょって感じ。<laughs> あそこの店。こう、わざと絶対こうね。よ <laughs> ある人の方を絶対見ないように、こう動いてる感じがするのよ。<laughs> それはないと思うんですけどね。はい、あの、でも、本当、あの子と、あの子。いやいや。<laughs> 聞こえない <laughs>。<laughs> でも、ほん。 あの忙しい時は本当に目が回るぐらい忙しかったりするんですけどあの逆にアメリカの方とか海外の方は逆に声をかけてこないんですよ、こなさすぎてずっと待たれたりするのであれ、この人たちいつから待ってるとかいう時あるんですよ、だから本当にそこで違うなとか思ったがありまするとの <うん S 2> どっちかっていうとやっぱり国の大きさとかもあるんじゃないう<ー>ん、うん、あのー そういう言い方すると差別に取られるかもしれないけど、うんうん、あの何、ー、だろうな。やっぱりちょっと日本人ってせっかちなところあるよね。うん、そうですね。ねんかあれがあるじゃない。うん、そんなに狭い日本ん、狭い日本そんなに急いでどこ行くのっていう言葉が。そうそうそう昔あったね。なかそうそうそうそれを。 があるけど、なんかやっぱりちょっとこう、慌ただしいというか、どうしてもこう急ぐ方が多いのかなとは思いますね。うんうん、確かに、だからですか、ね。あの、だって、まあ、これは冗談だけど、うん、そう、あの、それ触れ合うも。<し>触れ合うも、多少の縁っていうじゃない。はい、近いやからだろうって離れて歩けば、大丈夫でしょみたいな。で、もうちょい距離取れば、あってるわけですよね。まあ、冗談ですけどね。はい。はい。 確かにね。もうちょっと、ちょっと考えてくれたらいいのにね。助かるんですけど、でも、なんか向こうの気持ちもわかるから、なんか。ああ、ってなるのあります。そうしたら、もう、あの、何?。アメリカの映画のように、オッケーって言って通り過ぎる。なんか、笑顔で。オッケーあれは、え、あの、アメリカのウェイトレスは全然笑顔、くれない。 チップもらう時だけじゃない。ああ、そうですね。現金だな確かに現金だけどみたいな。うん。あれありきですからね。あのなんかちょっと話逸れるけど、今 AI だなんだかんだとかあのね手にマイクロチップ埋め込むとかあるけど、マイコマイクロチップ埋め込んだらチップもらえなくなるんじゃないとか思っちゃったりするけどね。まあそれを見ておいて、なんかちょっと思いましたけどね。はい。 ヒートさんヒーートささんさんがね「ねえ違うこれは個人の思い込みと現実にずれがあること」っていうのがピンときました、うんうん、あのそうね確かにもうその一言につ,なつけるのかなと思うけど違いっていうとさなんか、うん、あのほんと違うよね、うん、違うのよみんな違うのよ、うんうん、みんなね<ー>ほんとそれぞれ違うので、うんうん、だからねうん。 別に言ってたおかしいですけど、なんか違いがあってオッケーだなと思うんですよ。だけどねみんな違いオッケーと思ってないのよみんな。わかります。そう人と違いがあるとなぜか批判に入るのよ。それが違う中のよ私は。そこがねそこが違う。違いは私はオッケーだわけ。うんあ。 そっかそういう見方もあるんだとか、うん、そういう感じでオッケ OK、OK、o あなるほどねお、うん、おまたちょっと1個増えたぞっていう感覚確かにそういう取り方もあるよねとかね喧嘩したりとかしてうん、うん、あ,あそういうふうに取ったんだそういう取り方もする場合もあるかとかうん、うん、じゃあ、そう取らせたことにごめんなさいは言う必要あるよね。うんうん でそれここまでこう自分の世界観では説明できなかったから、うん、まずそこにはごめんねだけどうん、うん、別にでもそう言ってるわけじゃないから、うん、いつもでもごめんごめんではないよねっていう、うん、<laughs> 結局最後ついをよね <laughs> グイっときましたね <laughs> 今ねそうそう,そうあの釣り針のようにちゃんと先は曲がってるみたいなそうですねカッと引っ掛けて まあねあ、一服堂さんお疲れ様ですお久しぶりです待ってましたよ箱館マウンテンさんかのなまらおもろい番組だねありがとうございます楽しんでてくれたらちょっとね人見知りで言葉がなかなか出てこないエリューでございますが特苦手なんですよはいそんなちょっと言葉少ない番組ですがよろしくお願いしますねみさとはいぜひよろしくお願いいたします私も人見知りなんでめっちゃ笑われてますけどまあねあの私よりみさとの方がこうなんかいろいろ なん、なんちゅうの、あれは必要に応じて。私も必要に応じて。そうですね、二人とも必要に応じて、出たり引っ込んだりしております。はい。で、福堂さんからおいおいと突っ込み。あらららら、もう、なんかね。あの、なんだかんだ言いながら、そう、あの。あっちめんどくさいなって思うのよ、正直。ああ、うん。いいじゃんって。違ってていいじゃん。うん。うん。 違ってるから面白いいんじゃない、うん、だってさもしだよ、うん、なんか私が言ったことと同じことを美里が同じこと言ってたら番組も進まないし「はあ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 」はあ、はあで終わるわけじゃないこの2時間 2> そうですねもう岐阜湾の方から「あんたたち番組やめてくれる?」って言われるだけじゃない、ね、結果的にリスナーさんも誰も聞きに来ないだろうし、うん、でもなんかこの似てるけど違うあのー、やっぱりさ うん、違うから面白いと思わないそれがあるからこそですよね、うん、でもこれは私エリューさんと出会ってから結構強くなんだろうになりました、うん、それまでとかもっと昔でいくと、うん、あの型にはまってる方だったので、うん、どちらかというとだからちょっとでもルールが違うとか何かが違うってなると、うん、なんでそれができないのってやっぱり思っちゃう人だったんですよね、うん、でもなんか最近エリゆさんと出会ってからは、うんうん、それもあるかなみたいな。 こういうことだねみたいな,なんかサトがこうカチッてして物言うと「ふる」って言うもんねそうだ,だからエリザがすぐフル「ふる」なんていうか知ってる?「ふる」ってすぐ言われるので、ね「<laughs> <laughs> そんなの古臭いわ」とかねそれだけじゃないしね世界観もそれを散々言われた結果今なんかちょびっとだけこうちょびっとだけ私も頭かかったからねん、うんうん、めちゃくちゃ硬くて <laughs> 疲れるあれは。 今なんかない,い,いんじゃないとか <laughs> あの車で何て言うんだろうな、うん、本堂というか大きい道に入る時なかなか出れない時ってあるじゃないそうするとみんなイライラするじゃない入れてくれたらいいのにとか全然だって見てごらんよ。うん 1>, 1年も2年も出れなかった車なんかないじゃない <laughs> <laughs> いつかは出れるってやつ <laughs> そう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 なんかねあの嫌、ー、なのよちっちゃいこといちいちグダグダしてんのんんあのちっちゃくてもちゃんと突き詰めて話さなくちゃないことはあるよ、うん、もちろんそうですね、うん、私はそこはちゃんと話し合いたいほうだけどうんうんあのさやめてよっていうのあるよね <laughs> っとめんどくさいわと思うのが 本当ありますよ。そこ食いつくって突っ込みかけたな時ありますけどね。何二人でベランダにいたからなんだっちゅうのよそれがみたいな。<laughs> なんか二人は見えたかもしれないけどこっちにもう二人いるわみたいなね。そのちゃんと確認してから言ってみたいなところありますよね。ねえあなたが好きだから私が好きとは限らないよみたいなね。もちろんありますね。めんどくさ。<laughs> もう,もう好みが一緒とは限りませんからねで、ね、そこも違いますからねだからね自分がいいと思ってるからこの人もいいと思うものでもないですし、うん、私何かね何だろう,う違うの万歳って思ってるからねで同じはそうねまあこれもテーマですけどね何、うん、だろう、うん、違うということ、うんうん よくさこうさっき一番最初に言ったのは批判が始まるじゃない違うことに関して批判っていうのは結局自分に自信がないんでしょって思うじゃないうんうんでもちろんこれは本当に人間としてダメだよっていう部分でこの違いはちょっとねっていうのもあるけれどなんかこれはさーみたいな なんかあの人の靴何かなんとかだってあんなのなんかさとかさ、うん、あんなこう髪型してさとか服着てさといいじゃん別に。例えばだよ、はい、私とミサトって結構対照的な格好をしたりするんだけどそれミサトちょっとこの番組に合わないからちょっとやめてよそれとか言ったことないよね。 好きな格好をして好きな化粧して、あでもみさとこれよりこっちの方が似合うんじゃないとか、今日めっちゃ可愛いとか言うけどすごい言ってくれます。そちょっとちょっと番組考えてないもん。ないですよ。だから私は私でなんかとっても好きな格好させてもらってるので、私はとっても楽ですね。あのなんだろうその人が自分を表現したい格好は私はどうぞって思うのね。いやもちろんちょっとやめてとか水着できたりした と上に羽織ってくれるとかさ。そうですね。さすがにね。いやそこまでやんならゴーグルつけてよとかさ <laughs> 言った。かもしれないけど、リクエストが増えますけど。<laughs> はい、でも、うん、なんか？私はなんか今この子の輝きはこの子の表現したい形でやればいいなって思ってるしで、なんかね。あのいちいち品定めするような言葉が大嫌いなのよ。うん,う,んうん。 えちょっとそれとか私褒めることはするけどそれって何とか面倒、うん、くさい面倒、うん、くさいってほしい <laughs> 分かります、うん、私もなんかいいなって思ったのは普通にお客さんでも、うん、でもこれもエリューさんの影響なんでしょうねあいいなと素敵だなと思ったその女優すてですねとか<ー>そのピアス素敵ですねとか<ー>髪の色とっても素敵とかなんかすぐ褒めます。うんなんなななかかね、うん、こうやっぱりなんかさりさく、うん 何だろう、相手が受け取りやすい形で褒めること大事かな、うん、って思うんだけどうん、うん、で、いやそんなことないですよとか言われたらまあこの人なんか照れくさいんだろうなって思った時にこう突っ込むのが褒めた私の身になってっててい, <laughs> いいですね、それね <laughs>、うん。 確かにそそううこう素敵ですねって笑顔素敵ですねとか言った時とかにありがとうございますってやっぱ受け取ってもらうとあ言ってよかったなやっぱりと思ってねそそううだからこうすぐ言っちゃう癖がだんだんついてきてしまってるんですけどあの違いっていうのはそのまんまここうううやっぱりそののままんななていか批判に入っちゃうとこの争いが起きるわけじゃない。 やんなくてもいいくたらないさ面倒、うん、くさい嫉妬とかそう大変ですよね本当そんなの時間の無駄だってみんななんで気づかないの、うん、と思うけど、うん、あのだったら気になるんだったら本当は自分もしたいんじゃないのって、うん、いや私はだったら私はやりたいと思ってなかったら相手のことも関係ないわけでしょ、うん、言う必要ないじゃない、うん、相手は何してよ、うん、と、うん、私はやりたいと思ってないんだったら言う必要ないし、うん、やりたいと思ってんだったら やればいいし、うん、で、どこでどうしてなってるかわかんないんだったら、聞けばいいじゃない。うん、だから。いらないんだよね。うん。ね、うん、<で>そう、で、やっぱり。さっき言ったみたいに、うん、何かこう批判をしてしまうというか、それが気になるということは、自分がそこ、どこかに願望がある。そう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 。なんか今月、先月、今月という、ね、うん、続いてますが、うん、あの。自分の中で、この。うん ざわついた心っていうのは何かに当たって出会っつまり出会ってその事柄とか人とかに出会ってそこの衝撃波で波立つわけでだからそれは何なのかそのねなぜそれにぶつかっちゃったのかというのを自分で考えなければ結局いつまでたっても成長しない変わらない自分でいるわけじゃない変わったら気持ちいいよ楽ちんでもう楽々。 うん、素直に自分が今何に対してそう思ってるのかが分かったらねなんかこういいと思うなうだからつまり違いっていうのは認めること、うん、受け止めることから入っていくのかなって思う,うん、うん、あそっかそういう意見もあるのねこういう考えも、うん、だって誰かの一つの意見でもちろんまとまるかもしれないけど、うん、いろんな意見があるからこそ。 いいい。わけじゃないうん、うん、だってガイドブックもそうでしょ、うん、1>, 1個だけこの店私いいと思ったのよね。それだけで載ってるわけじゃないじゃないいろんな人がリサーチしていろんなお店がアップされてていろんな感想があって、うん、ねなってるのにうん、うん、それと同じだと思うんだよね人との関係も。だからなんかもうちょっとさこう、なんかもっと力抜いてたらって思う生きることに。 じゃなくて人って踏ん張らなくちゃいけないことっていっぱいあるわけでさ、うん、って朝だってさ、やっぱりこうさってこう踏ん張るところから始まるわけじゃない。はいでね、でいろんな余計なところにこう気持ちがいってたり力入ってるとその踏ん張らなくちゃいけないところで踏ん張れない疲れちゃって心がさやっぱりこうくだらないところにやきもきやきもきしちゃってなんかへたばるわけじゃない。うんうんね どうなんでしょうかねはいはいえー、函館マウンテンさん、はい、二人とも面恋かっこかわいいといただきまはいありがとうございます,あ,いますあのこいはねあのあの、うん、やあのあのなんだろう北海道でも言うんでしょうかねあの<で>東北でいますね面恋面恋かわいいねかわいいね、はい、ということなんですねはいヒーさんから来てます枝分かれするところに面白さを感じられる感覚を持って生きていきたいですと そうだよねうん、うん、ひーひいさん,ほん,とひさんもう,うちの顧問になってみたいなね,ねな感じがありますがあのこのテーマと同時に、うん、あの同じというテーマを掲げてるんですけど、うん、同じって何同じはもうダメだ同じは同じって同じことってそう同じは違わないことなんですよ違わないことも、うん、そう、うん、だからおな 違うことはざわつくけど同じことは安心感があるじゃないあ、そうですねだから人はチームとかグループとか徒党を組むのようん,うーん、うん、なるほどそこに安心感があるからそうそうだからまたその中に違いが出るとまたその中でつまはじきが出たりするわけ何てくだらないんでしょう <laughs> 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 思わない でね、うん、もう1個言えば、はい、あじゃあみさと同じって感じるのは何、うん、同じって感じるときは、うん、あ感覚ですかね話している時の話をした時とか何か好きなものが一緒とか、うん、そういった感覚が同じっていう時に感じますねはい、うん、はいみさんねそうでしょこれ大きな間違いだわけ、うん、同じじゃないのにそれ、うんうん、似てるの、うん 似てる似てるのと同じはないのよ実はこの世の中に同じものは2つとないもしかしてクローンだんだっていうそういうね特別な分野での同じというのはいろんなことが科学が進んだり技術が進んで同じものはコピーとかなんだかんだっていうものでなってきてるかもしれないけど人の感覚とか自然界の中に同じものは2つとない。だから似てる かそこがみんながこの勘違いして理解している部分で同じだと思っているところ自分たち同じだよね同じ思いだよねってそこに安心感とか結びつきそこが同行して依存になった時違いを見つけた時に苛立ち怒りが出てくるわけ裏切られたとかそういう感覚になるんだけど同じはないから。 うん、似てるうん、うん、だから、あのー、そこでねあなんかそうよね似てるよねっていうところであるとこの何て言うのかな、うん、癒着じゃないけどこうこうグッとこう変な絡みつきみたいなそういうのはないできない。そうっう言われてみれば<う>似てるって何か考え方似てるよねって言われる方がしっくりくるかもしれないです。 うん、同じだよねだから同じって言われて「きゃーうれしいそう同じ同じ」なんてテンション上がってるのは、うん、依存型なるほど一、うん、人じゃ寂しいなんかみんなのそばにいたいお友達がいないとダメ何かがないとダメ怖いみたいな、はあ、なるほどそういるなって思ったら今日、うん、いますね、うん、そういうだからあのまあほとんどがそういう パターンって多いと思うんだからけど例えば、ほらおトイレもおトイレ行く、うん、あなた、私も私もとかあるじゃない、うんうん、あれはびっくりしますねでもみんな、うん、高校の頃までやってんのようーんつまり、うん、自分がそこからいなくなったときに自分のことが言われることが怖いんだよね。う だっててて考えてみてよ中入れるわけなないいじゃない今の若い子たちの気の毒なのは、うん、じゃあバイバイって言った後もこの SNS があるがために、うん、みんなこうつながってるわけじゃないつながってますねでそこでみんなつながって、うん、ああだこうだもういくつもいくつも次から次とコロ,コロ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 グループ変えちゃってやってるから気が休まる時ないんだよねうん、うん、お疲れ様やめたら SNS うん 溜まってるけどそれ消すために一応、開けてゼロにしたりとかするけど、うん、だからグループに入ってても読んでないあ、うん、あのななんんだろううりますよかもうこの人たちと話合わないなとか思ったら抜けるのもちょっと,とあのなんかがね、うん、波立つだろうなと思うから一応、席は置いてるけど、うん、一切もう話には入ってないとか一転して、ライン面倒くさいもん。<laughs> そうですね あそうまあグループとかになるとちょっと面倒くさいなと思いますうん、なんか1対1でも面倒、うん、あの、うん、なんかこうなんか事細かにメールとか、うん、メールっていうかこうなんかこうあの SNS が入ってくると、うん、うわーって鬱陶しくなってくるタイプもうほんと携帯踏んづけちゃおうかなって思う時あるもんね <laughs> <laughs> 絶対やめてくださいね <laughs>、はい、もう鬱陶しくてうん,うんそっかそっかだから なんか電源は入れてるけどマナーモードであのクッションの下っていうの多いですね。あのよく携帯どこっていうセリフ聞きますけど <laughs> <laughs> あの前よくあのフェイスブックですいません私の携帯鳴らしてくださいっていうの何度かアップ <laughs> 私回それでかけました <laughs> <あの S 2> <laughs> 見てえっ、ー、ってなって電話してあれ便利ですね <laughs> 携帯ないから iPad でね入れてたんですもん。何時ね、<laughs> おありがとうみたいな。ね、もう本当にびっくりしましたけどね。まさかのこういう使い方と思いましたけど、<laughs> でもあーありだなって確かに思いました本当に。まあね。うん うん、っちいますね。はい。あ、ひいさんですね。ひい<ー> <laughs> さんコメントいただいてます。人って不安を解消するためにいろんな言葉を知って拡散しやすい生き物だからこそ違いが楽しめるようにしたい。これは個人的感覚です。ああ、わかりますね。うん、うん、あ、ひいさん、僕も SNS は週一くらいがちょうどいいですと。はい。あの、なんだろうあの。うん 野球のの試合があある時じゃないですか <laughs> <laughs> あの私はなんかあの文字でやり取りするよりも、うん、文字だったらやっぱり手紙がいいなってんなんか相手のぬくもりが伝わるというかやっぱりあのそうですねやっぱり文字でやりやり取りするよりも、うん、あの電話で声聞いたりのほうがいいな直接電話がそうですね一番どうあううん そうですね私は半々ですかねなんか電話がいいなと思う時と、うん、あの話す余裕がこっちもないバタバタしてるっていう時はもうとりあえず相手のタイミングで見てと思う時はもうメッセージを送るきもある<ー>ただ相手のタイミングで見れて相手のタイミングで返してくれたら、うん、こっちもこっちのタイミングで見れるので。 あそれもあるね急ぎとか今,今これ伝えたいのとかいう時は電話かけますよ今あ,<ー>あなたの声が聞きたいとか<ー>今話がしたいとかいう時はかけますけど<ー>なんかこうちょっとバタついてたりとか相手もバタついてるだろうなっていう時とかはもう、うん、相手のタイミングで見てねって相手のタイミングで返してねっていう形でま,、ね、まあ仕事中とかも結構ねそんなのあったりもするからね、まあ、いいよね。 うん、あのうまく使ってほしいハッピーになるためだったらいいけど、うん、人を陥れるためとかさ、うん、なんかあのー、なんだろうツイッターもそうじゃない、うん、何やんなさあのななんでつぶやかなくちゃいけないのか意味がわかんないなあれは私もちょっとツイッターはよくわからないんですね、うん、本当に使わないので何、うん、かね何、うん、まあそれぞれなんでしょうけどね、うん、やっぱりこう 直接関わりましょうよ。はい。それが一番ですね。ひいさんからコメント来てますね。先ほどの。かはい。はい。まあね。野球は面白いですわ。だって失敗する方が多いんですもん。えかっこ笑い。それを映像化できるんだから、S. N. S. はこれだって思いました。なんかわかる。あの、私もお弁当アップするときにこれだって思いますね。うん。うん。いつも一緒ですもんね。なんか、あの。 ボリュームありすぎとかって言われるコメントもありますけどねいやうちの長男食べますからうんそうですねでもそうですね面白いとかって人を誰かおとしめようとか卑げさせようとかではなくてこういう感じだといいですよねいいよねなんかね面白かったりとかみんなで楽しくなんかやっていけたらいいよねうんかいいわうん で、なんかだから、同じっていうものはないし、うん、その。だから、同じもね、うん、あの、なんだろうな。同じも。違いも、うん、私、どっちも、これこそ同じだと思う。うん、違うということも、同じということも。一緒、それこそが同じ。そうそ。お願いします。あの。<laughs> うん。 あの同じものは2つない、はい、違うというのも2つないものを認めるところでこれを結びつけるものは「唯一無二」という言葉であのこの違いはあのやっぱりこの相手をしっかり受け止める認める、うん、でそこからどっちも始まる。 うん、同じだではなく似ているところがあるよねうん、うん、でそこだってこう自分と同じところがあることが嬉しかったりする部分じゃないうん、うん、ってことは自分と違うところがあるところも自分の中で、うん、相手も自分との違いを違和感があるかもしれないうん、うん、ででも自分自身が自分の相手との違いを自分の方を認めればいいのようん、うん、あそうか私はあの人と 相手の違いを認める前にそっか私はあの人とは違うんだ、うん、その違いもよしなんだって認めればうん、うん、相手との違いを私との相手の違いの相手を責めなくなるのよここ OK 伝わるうん多分大丈夫ですうんと、うん、伝わったあっキャン君だよろしくお願いしますび,びっくりしたいう <laughs> <laughs> うん なんか今の伝わったかな今のですかう,ん、うん。ちょっと僕の中ではまだ解釈できてないですかね、うん、うんとねうんと,う,とう,うん、はい、と違うというところ違うというところ自分と相手が違うということを、うん、相手を見て気づくわけじゃない、はい、気づきます相手との違いで 違ううっていのそれを人はどうしても自分と違う相手を批判しがちなのこのビジュアル的なものだったり顔だったりスタイルだったりいろんなものでもそれが果たして相手が悪くて言ってるとは限んないわけじゃない素敵で素敵なんだけどそれを認める力が自分がなくて言ってる小ささに自分が気づきたくなくて批判を続けるわけ。周りを巻き込んで 相手と自分は違うんだということは相手ではなくて私に向ければいいわけ。あ私はあの人と違うんだ、うん、でその違いを蔑むんではなくて、うん、その違いが私も素敵なんだ。そう自己承認するでもしかしたらこの私の違いあの相手との違いの部分で。 自分がそれを認めたことの素敵ささ、うん、げすんだ時の時も相手を批判した時も「うん、あ私ってまだこんなちっちゃい可愛いとこあるんだ」って認めればそれは笑顔になるわけで、その違いを素直に認めた時の自分をまた「私って素直だな」 なんか可愛いな私のいいとこってそういう素直なとこだよねって言った瞬間に自分の世界観とか自分の素敵さがもっと見えてくるわけ。やっぱり何かを自分の中にあいいなって思った時ってこう。 明るるくななじゃいテンンショとか気持ちが明るくなってハッピーになってそうすると今までなんか批判してた時の気持ちとは全然違って自分の中に何かが灯ってくるからもっと自分の内側が見えてくる自分の内観ができるそうすると今まで私って私ってって思ってたのが私もね私もねとかってなっていくわけじゃない。そそののの時時ににに自分中明かりががが灯った内内側側見えるるる認めことでき からその明かりで照らされたことによってキラッキラしてくるわけでしょ。うん、そうすると周りもその人を見たときに、うん、なんかこの頃輝いてるねって見るわけじゃない。それが別に着飾ったりとか、うん、こう無理してなんか。 したりとかなんていうのかなふわふわしたりとかそんなんじゃなくともその人なりのおしゃれってあるからそこを生き生きと自分で私はこれが好きなのとか似合ってるかなとかってやったら周りがかわいいねとか素敵だねってこういうのもあるんだねっていうふうに言う言葉もまた受け取れるわけじゃないでその同じではない素敵さっていうのを認められるわけ。 なんだろうな、私よくこのものさ、あのお友達同士で同じ服着たりしてる子たちいっぱいいるじゃない。いますね。あれ。双子コーデって言うんです。うん、そうそう。あれさ、あの、やめればいいのに。だって、悪いけど、同じ格好してたら、やっぱりどっちか選ぶじゃない。うん。悪いけど。はい。あれこそ、自分を可愛くない。 アピールしてるような感じがするの。うんうん、だって、それが似合うとは限らない。わけじゃなそうそう。どっちかが必ず。なんか百パーでもしかしたらね、双子コーデを二人とも、ものすごくぴったりに合ってる人もいるかもしれないですけど。うんうん、必ずどっちかがより似合ってたりとかするわけですからね。うんうん、だから、うん、あの、やっぱり自分っていうのを認めていく作業は。あの、いつまでも、あの人ね、なんかね、みたいな。うん いつもそっちに意識を向けるんじゃなくてやっぱり自分自分を見ること何でもそっから始まるのかなってうん同じじゃなく似てる同じは依存を作る違いも認めることによって自分の素敵さも相手の素敵さも見えてくるし自分の立ち位置も見えてくるそこって大事だなって思うの確かにそうですね。 こうなんかね。うん、そうですね。服とか違うっていうことは割と好きなんですけどね。同じっていうことがあんまり。個性的な方が好きなので、うん、個性的だね。って言われて喜ぶ方なので <laughs>。私もうんだから、うん、なんかそっちの方私流行とかもね。なんかね。<laughs> あのなんか追っかけるのが嫌いなのよ。うん,う,んうん、何でも追っかけるのが嫌い。い 追っっかけるって自分のペースで走らなないいことじゃないそうですね。うん、なんか自分のペース以上に、うん、無理して走ることじゃないそんなの長続きしないもん,うん、うん、一回流行乗っておら次に来るのにまた乗り遅れちゃいけないって走るわけじゃないねえあれ大変だろうなと思って見てますよ。 あの安心できるじゃないですか。しっくりくる場所がないわけじゃないですか。うん、あのすいませんね、そういう仕事なさってる方たち、栄養崩壊じゃないんですけどね。本当に違いましたら、うん、私はそれが合わないな自分のペースに合わないなと思ってるので、うん、でも沖縄そこがすごいなって思うのが、うん、いろんなファッションがいっぱい溢れてる、多いですね。幅広いですよね。5、60年代のが好きな感じでファッションをそれでやってる人もいれば、本当に。うん 笑っっちゃたのがさあのメイクあのイオンライカムの鍋島っていうさ焼肉屋さんがあるんだけどあそこの働いてるとたちみんな韓国人みたいなメイクしてる男の子も女の子もですか私プッて笑って別にそこまでかいと思ってもう笑っちゃったんだけどね。 みんな一応日本人のですか日本人日本人そう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 。あらもう面白かった。それは面白いですね。面白い面白い。うん,うん徹底されてますね。徹底してなんか誰かがそうしてなんかまだんだんそういう子たちがそうなってねまあなんかそうなかのかねう,うんお店のルールってわけないじゃないじゃないと思うよ。ですよね。うん私だったらもう全く違う格好していくけどね。 それが一番いいですけどね僕もあまり人と同じことするの好きじゃないのでうもできたらねちょっとでも違う方がいいですからねだっていちいち私は何々と申しますって言わなくたって覚えてもらえるわけじゃない覚えてもらえますからね本当にまあなんかね自分では静かにしてるつもりですけどまあそんなね感じでございますがはいコメント頂いておりますね。 ちょっと下の方に戻らせていただきますね、えー、はい一服堂さんから、それは実際あったほうがいいけど遠かったりいろんな理由で会えない場合は SNS だけでもつながつな、えー、がっていたいんだよねと続きのコメントがその次に来ていただいていますね。うん、確かにそうあ、ね、あるある ええー、ひーさん、僕も野球の映像ですけど、素人、苦労とそれぞれの意見が出る場所ほど、話題が多いと思うんで。うん,うん、うん,うん、確かに。なんかね、いろんな意見あっていいと思うんだよね。うん、ただ、こう、なんだろう。ちょ、ちょ、どぎついのあるよね、うん。ありますね。相手をこう、切り捨てるじゃないですけど、一刀両断みたいなやつもあるので、ね。うん、で、それをする必要性は。 ねないんではないかなって思ったりもやっぱりしますけどね。全く必要ないでも、うんうん、ストレスあったらカラオケにも行けばいいの、ね、に。発散できますよ。うんうん、思い切り声出したらいいですよ。そう。はい、うん。とこでマウンテンさん、はい、おキャンくんのボイス2時間ワイド番組なんだねーと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ひーさん、キャンさんが走った映像を見せる。例えば走り方が綺麗、これは素人の、えー、素人感覚の意見。 歩幅が大きく、ダイナミックな走りをしますね。これは、えー、クロート感覚どちらも嬉しいですよね。と確かにね。にうん、あのー、なんだろう。あのー。太鼓くんだ。可愛い。d a i g さん、<laughs> 俺も人と同じことするの嫌いってきますね。<laughs> いいですね。なんかさうん、うん、やっぱりこう。いろんなやり方があるし、いろんな考え方があるし、うん、もちろんそれで人を傷つけることはどうかなって思うけど。うんうん、でも。 傷傷つつけけようとしてたじゃない時もあるわけじちろんそして相手のいろんな今までの生きてきた環境もあって地雷があったりするわけだからやっぱりその時には話し合いよね話し合いんか一方的にもうんかさ言いかされたみたいな感覚になるのもその人の生きてきた環境言いかされたと思うんだったらんかもう終わってるよあなたって私は思うけどね。そうではなくて ちゃんと話し合うことが大事話をすることでねやっぱりそれする前までは自分の意見が絶対だとか思ってる分に相手の意見が加わることであそういうこともあったんだなっていうのが話し合いで溶けていったりもする絶対だって思ってる人は溶けないからあ無理ですかあのかなり雷に何度か打たれないと無理だと思うあのなんかねこんなにほらみさとと話した あ,ある言葉に対して何でもだけど、うん、言葉に対して反応の仕方で、うん、今までの自分の歴史が分かるよねって生きてきた歴史が、うん、なんかこうどんな言葉だったか忘れたけど、うんたね、大したことないことで何か言ったことでこう、うん、相手の取り方でわーって言ってきたりすると「うん、あこの人これ地雷なんだ、うん、そういう感じで傷を負って生きてきたんだ」 うんうん、あこんな人とじゃ関わってきたのかなって見えてきたりするわけじゃないでそういう時にまだあそうなんだって思える相手とちっちゃって思う相手といるわけじゃない <laughs> だからこうこの <laughs> 残念とかってさ思ったりすると私は、うん、まあそれもあるんじゃないって言ってもその人とはもうどんどん距離作っていって、うん、もう放置うん,うん。 うん、別に関わらないというかそこでなんか満足して自分が頑張ってここまで上り詰めたと思ってんだったら、うん、それでやったらいいんじゃないまだ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 もうこの世界はまだまだいっぱいあるわよってうん、うん、だから今なんかもうこうこ私なんかもうね来年なんか大台に乗るんだけどうん、うん、もうどんどんいろんな人と今も出会って知り合ってうん、うん、すごいなって思ったのはやっぱりこう。 職業ではないけどそれなりに社会というか世界を見てきた人たちがこの世の中5万といるわけじゃないそういう人たちとやっぱりまた次の出会いがあってそういう人たちと関わっていろんな話を聞いたりとか話を一晩中したりとかしてるとすごいなと思うわけでこの違いにまた魅力を感じたりとか。だから 場所にいてとか、うん、今の自分の人間関係の中でちょっと自分がこう知識を得たとか技術を得たとか、うん、そんなところで満足するのもいいけど満足したら次に進みなさいよって私は思うんだけどそこで偽るというか <laughs> 満足して座り込んじゃうのもいいかもしれないけど、うん、まだまだだから私たちなんかも毎週トークしていく中で、うん、いろんなこの。 一瞬の出会いというか言葉との出会いだったり出来事っていうのはこう結構大事にして1週間過ごしてくるというかあの普通に起きる出来事うんあのさっきねあの小やさんが言ったけどあのじゃあこうまぶた閉じた時に目をかいてとかまさかこのまぶたのトークでこんなにねウケると思いませんでしたよとていうか。 一瞬話題に出たことがどこまで深く広げられるのかなとか、うん、っていうのもなんかそこに意識を向けてるか向けてないかだと思うんだよね生きているこの時間も。んあのなんて言うんだろうな自分がい生きてることに関して丁寧に生きてたらすべて起きることをやっぱりこう集中して見ていくからね。うんうん、そんな感じですけどサトどう,そうです ねでも結構なんかでも大切にしなきゃしなきゃじゃないけど大切にしたいなと思いつつなかなかこう忙しくというか自分に余裕がなくなってくると私は今どうしてもこうそこに目を向ける余裕がなくなったりしまったりするのででまあ後で後悔するんですけどねああいや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 そんな後悔なかだってさあのそういう出来事に出会った時こそ。 次に進むチャンスだったりするわけじゃない。それこそそれよ。私可愛い,いこんなとこあるとかはさ、なんかもう自分なんかちっちゃーとか思って、うん、えりさんがもちなんかもうちっちゃーとかって可愛いとか言うじゃないですか。うん、最近やっと自分ちっちゃーぐらいまで思い入れになりました <laughs>。ちょっと時間を置いて、はってなった時きに、はには自分ちっちゃーとか思ったりとかはすることはやっぱりあるんですけど、うん、まだまだこうもうちょっともうちょっと段階が必要かな自分はと思いつつも。うんうん ね,ね、うん、なんかね何、あのー、だろうなもったいないよ、うん、正直、うん、もったいない、うん、あのもう本当あの人さ」とか言ってる間に「新しい」みたいなことをに意識を向けていく方うが好き、うん、なんか、うん、誰かを攻撃してる時間は、うん、とっても無駄だなと思ってみてま 無駄といいいうかもうもったいなない、うんでそこじゃなくて他他のの時間ににあるのにいそうそうそうだからそこに使うパワーとか時間とかで言ってる内容が大体こう同じことをずーっと言ってたりとかするので、うん、あとねもうそれは中学校で卒業しておくべきところだろうって <laughs> 私なんか思っちゃうんだけどねいま、えー、だにさこの年なんてもう40。うんうん ねえ、うん、30とか40なんてもうん、なんか今かっこよくさアラフィーフだのアラフォーだの、うん、アラサーだの言ってるけど、はい、お前たちよと <laughs> <laughs> 中身をどうなってるんだいって私は思っちゃうねなんかまそうですねまだまだこう、ね、もちろんその年相応じゃないですけど、うん、そこにね行ってる方それ以上にもっと中身が進んでる方もいれば。うんうん おううっていう人もい人ますから、うん、やっぱりなんか先週のさテーマで年を重ねると年を取るっていう話をしたんだけどあなたたち物価ってその値段分例えば100円の物価って100円だよねっていうものかのものだったら納得しない じゃ100円で買っとくとこれさ値段の割に良かったよねって納得して喜ぶくせにくせにだって割には自分のこの年を重ねてきた年をねこうやって生きてきた内容にそぐわないことを言ったりやってることに対してどう思ってんのかなとか思っちゃってんだよね私結構。うんかし、うんうん、多分みんなはそこ あの「あんた何で生きてきたのよ」って言いたくなる時がねあんたちょっと年返しなさいよもったいないからみたいな <laughs> ちょっと思ったりちょっと早くこうね、うん、巻いてとか逆に、ね、ちょっと巻いた方がいいんじゃないとか言ったりするんだけどいいんだよ。あのね、うん、あの子供っぽいとかが 子供らしさを持ってるのは私は大賛成だけど子供じゃダメなんですよ皆さん生きてきた価値が半減しますからね今ないって言いそうになったんだけど半減しますからやっぱりちゃんとね物事をしっかりとまあいいですけどね人それぞれですかっていうから冷たいって言われたから。 でも大丈夫今笑いながらだったいつも笑いながら言ってるんですけど、ヒデさん、冷たいとか言われますわ、<笑><笑> <laughs> どこを見て言ってるのかしら、<laughs> わ冷たいかな,ないと思いますけどね、じゃあ、コメントいただいてみましょうかね、ヒデ、はい、さん、意見は違うものだけど、同じ映像を見て感じた言葉どちらも素直に思ったことで否定する要素はないということ。はい、うん、確かに、ねえー こちら先ほど読ませていただいたただですね、はい、ヒーさん僕が本気で思うのはみんな素直に思ったことが思ったことを言えない状況や雰囲気を作っちゃうことはでもさなんか周りを自然と作るよね,んねうん私はそういう時は空気を読まないうありましたよこの間も<あ>なんか「リュ梨さん早くお風呂入ったら入ったら?」って私は別に今入る気ないけどなんでそんなにって言ったら。 別にいいから私は私のタイミングで入るから気にしないでって,言って何回も言うの、はあ、ちょっと言っていいって、うん、私にここにいてほしくないんじゃないって言ったらみんながシーンとそれが当たりかもなって一緒にいたいと思う <laughs> 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 ありがとうって言ってハイタッチしましたけどねその一緒にいた人ナイスコメントですね。<laughs> <laughs> <laughs> そう すごいです。まあ私戦わないので面白いねはい大悟さん雷打たれてみようかなと愛の雷に打たれてくださいねそですねはいさんエリアさん全くもって似てる感覚です時代やら距離の置き方とか相手の言葉リアクションとかよく見ていきます太悟さんアラサードストおおさん100円のものを1000円分にしていく作業好きです私も好きなんか うんそうですねうん、うん、やっぱりさなんか一、うん、日せっかく生きるんだったら、うん、しっかり見ていきたいよねうん、うんうん、なんか別に全部こう一生懸命わって生きろっていうわけじゃなくて、うん、もしねサボりたいんだったら思いっきり俺はサボるぞみたいな覚悟決めてサボってほしいそのサボったことに後悔しないように。うんうん などうせこうやって1日サボんだったらこうすればよかったなすればよかったなじゃなくて、うん、もう覚悟決めてサボるとかいです、ね、そう、うん、そうもう今日は何もしない本当に何もしないとかってカップラーメン山積みにするとかねあいいですねその潔さ好きですね、うん、なんかね思いっきりやってほしい。 やるんだったらですねうんそうもうねずっとチャラけた人だったらいや俺の人生思い切りチャラけてやるとかさうんもうなんかもう変えようがないからとか変わる気ないから変わる勇気もないしとかだから俺はこのままなんかもうナンパしまくりっていうタイプでいきたいならどうぞみたいなのねそれももちろんありですからねとことんやるんだったらありですよね別になんかジェントルマンに皆さんなってとかって言ってるわけじゃなくて 自分のこのなんかやりたい方向性を思いっきりやってくれたらなんと、うん、思いますよ。すね、はい。ね。ひいさん確実じゃないですけど自分が死ぬ時こんだけ自分と戦ったってニコってかい顔でいきたいです。いいですね私も私思いっきり聞きったな私というなん今世の,ん、うん、のこの私を思いっきり思いっきり使い切ったぞみたいな感じでいきたい。だから 私今ね誰かがなんか意地悪してきても、あって笑っちゃうの。そう。笑えるのいいですよね。なんか何やってんのみたいな。で私が言わなくても周りが見ててお前それ違うんじゃないとか言ってるし、もうなんかもうおかしいぞ思っちゃう。いいですね。教えたくないことは教えてこないって言うしね。 私シフォンケーキとか作るじゃないあ、はい、それがやっぱりなんかどうやって作ったのとかなんとかいや教えたくないんだよねって教えたくないって言ったら違う人が「この子さちょっとさ」って人には聞きたがるけど、うんうん、自分のこと言わないよねそこ直した方がいいんじゃないって言われたのね。 って、うん、ちょっと待って待って待ってって私は別に誰のことも聞いてませんよって、うん、勝手にあなたたちが喋ってるだけじゃないですかって、うん、であと聞いてるのは仕事に関したことで話で必要な部分を聞いてるだけで、うん、私が個人的にあなたの情報全然欲してませんけどって言うの <laughs>、はあ、そしたらみんな「だよな? <laughs> <laughs> ね」ねですよね? <laughs>」 面白いですね人は言わなくても言われる、うん、で言わなかった自分がこう思ってるのにこうじゃないこと言われた、うん、でそれで黙っちゃうと傷つくんだよね。いいや違いますよの一言でもいいから言ったら相手がどんな言葉で罵ろうと何しようと傷つかないわけだから相手に言葉が伝わろうが伝わる前に関係ないのよ皆さん。ん私はは嫌だとかそれは違うとかかそれ違う 特にあの否定的なことを言われたり、うん、あのジャッジされた時違うっていう時はもう一言違いますよってそれでいやーどのだから違いますよ説明した方がいいですかそれともどっちですかって聞くけど違うとも言うことは違いますって言った方がいいです。いいいいいややこれれらって思って思るるとそれは永遠にに続いて、うん、本当に雪だるまが ここう雪玉が転がってでっかい雪だるまになるようなのと同じでどんどんありもしないことが膨らんでいく、うんうん、確かに。そうほんとね、うん、あのだから相手にはしないけど自分の感情はきちっと整理していくために出す、うん、それが今日次の瞬間をハッピーに感じるための手段というかね。 大事ですよそうですすよそうねひいさん、ぶっちゃけ言うと今、予想もつかないことで命が終わらせられたらあなたは後悔一つしない自信がありますかこれ僕、これがドーンってきたので精一杯今を生きるっていうのがテーマになりました私もそう。う私もそうやっぱりいつ何がどうなってどうねどう終わりが来るかわからないわけじゃない。うんはい、だから 今この瞬間とか、今日一日。うん、もちろん、明日とか、明後日とか、いろんな予定立てるのはオッケーだけど。うん、まず、今日一日をどう生きるかっていうのが。予定立てた、明日をどう生きれるかに繋がっていくのかなと思うかな。うん。そう。えー、で、さっき、あの、本当、今日、あの、もう、私、今日テーマでや。や。こう、話そうと思ってたんですけどね。うんうん、っていうのと、全く同じで。うんうん、初心を忘れない。 とても大事人ってねなんか調子くくななってると忘れちゃうのよんか今の調子いい自分がずっと自分だったみたいな感じになっちゃってだからこおごり高ぶりとかが出てきてエゴがもうくすぐられるとどん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 豚もおだてりゃみたいなね感じで登っていっちゃうんだろうけどでもそれってやっぱりねどんなもんかと思うわけですよ。あの私は 雑に扱われるのは嫌いって言うんだけど、うん、雑に扱う人ってどうなんだろうってちょっと考えたのね、うん、その人はこう、うん、あのー、なんだろうなきっといろんな事情があるんだと思う、うん、もしかしたら忙しいのかもしれない、うん、でもこうなのかもしれない嫌なのかもしれない、うん、でもそれをしないで済む方法ってあるんだよね。うん、で雑に扱ううっっていののはやっぱり今の自分 に満足してたりとか、うん、今の自分しか見えなくなってるから相手を平気で雑に扱うんだと、うん、もし初心を忘れてなかったらあこの人と出会ったからこの人とのこういう関係があったら今の自分があるっていうのを忘れてなかったら、うん、絶対人を雑には扱わない相手が誰であっても。うんうん、でもし何かの事情であれだってすいませんちょっと今これからとか。 今ごめんなさい続きまた聞かせていただいていいですかとか、うん、続き今度やらせていただいてもいいですかとか、うんうん、そういう一言の丁寧さが、うん、あの相手をの気持ちを返さないというか、うん、そのちょっとした違いで相手の縁が遠くなったり距離が遠くなったりとか、うん、あのしたりす,することによって、うん、とっても残念な結果にね。 ななっったりりするわけけで、うん、絶対やってはいけないこととあがう私は子どもたちに一番大事にこれはして教えてきたことなんだけど「うん、ありがとう」と「ごめんなさい」だけはきちっと言える人間になりなさい、うんうん、そうじゃないといけないよ で「ありがとう」って言われた時に私たち、うん、私たちというかうちの家族はいえいえどういたしましてそういう機会をいただけて私の方こそ感謝ですよありがたいですありがとうございますっていう返しをすること、うん、ありがとうと言われた時にいやいやそんでもないです大丈夫ですよっていうのはもうそこで「そうでしょ当たり前でしょありがとう」って言われて当然のことをしたと。 自分で気づかない無意識の意識識のがあるわけ、うん、そうだけどありがとうととう言われて嬉嬉ししいいことは相手も嬉しい、うん、つまりありがとうということを言ってもらえるようなことを確かにしてるでもそのやったことをこの人は認めて受け入れてくれたそこに対する「ありがとう」の返事が必要なんだけどみんなはどうだろう言ってるだろうかどう、うん 場合によってはありがとうって言った時に「こちらこそありがとうございます」は言いますけど必ずしもでではやっぱり言えないすねとっても大事なこと「ありがとう」を途中で止めてしまうと「ありがとう」優しい気持ちの流れがそのキラキラしたものが止まってしまう。残念だよよねねもったいいなそうで「ごめんなさい」って言われた時に「ああそうだよね自分もここは」 思えるような自分で「うん、ごめんなさい」っていうのも「ありがとう」も「気づき」うん、どっちも気づき、うん、全て穏やかなライン上にあるもの、うん、だからやっぱりね自分があ自分から相手にそういう穏やかな風をこう送ってあげたいよね。 なんかあの雑っていう部分で美里も前なんかで私も雑に扱われたのがちょっとカチンときてこんな風に言ったんですよねって「ああ美里言えるようになったね」ってで最初は上手に言えないかもしれないけど徐々に徐々にあの言葉もこう日本って本当にたくさんの同じことを言うにしてもたくさんの言葉があるどうせだったらやっぱりなんかこうもっと優しく思いが。 うん、的確に伝わる言葉を選べるよなって言ったらいいのかなあなんて思うよね。うんうんうん、そうですね。うん。なんか。うん。例えば。うん、えー、僕のこと好きって聞かれたらミサトはなんて答える、うん。僕のこと好きって言われたら。どう思う?。<laughs> どう考えるかな?<は>。なんか本当に好きな人だったら。 あでも普通に好好ききな人とあ好きって言いますかねでも、うん、どう思うって今私なんで言ったんだろうなでもなんで聞くかをでも知りたいかもしれないです、うん、僕のこと好きって聞かれて「うん、好き」ってうこうって「どこが好き?」って聞かれたら「うん、どこが理由必要?」って言うかもしれないです、うん、私はね「あの好き」って聞かれたら「うん好き!」 どこって言わて全部好きってもちろん嫌なところもあるけどなんか許せるよそこもかわいらしいって、うん、だから私のところもかわいらしいって思えるっていう <laughs> <laughs> プラスアルファ書いてますねそう, <laughs> う,んうん、うん、はいえー、あ、つかぴーさんからお茶いただいてますありがとうえー、ひーさん、少しずつってフレーズ、はい、僕はとっても大切な要素だと感じますそうだよね、なんか少しずつ、うん やっぱりこう少しずつやることによってやっぱり丁寧に優しくこうね扱えたりするもんね、私も好きですね、少しずつ、うん、少しずつっていう言葉のなんかこうなんだろのな後に続く言葉って美里は何が出てくる、うんうん 少しずつ進むっていうそうだよね、うん、その進む中にはやっぱりお互いを知っていくとかっていう要素がいっぱいあってなんか丁寧にこうもし違いがあったらその違いはどこからくるものなのかとかそんなのがこうなんだろうねちゃんとこうお互いに うん、ちゃんとこうなんか手のひらに乗っけて丁寧に見ていけるようにいろんな人と関係性が作っていけたらきっと争い事ってなくなるんじゃないかなってナヒーさん、すぐ、うん、結果を求められることはそうだよね、特にこう野球とかやってたらね、うん、どうしてもスポーツごと勝負ごとにかかってくると、ねうん、結果はすぐ必ず求められるものではあるからですね。 私はやっぱりすなんだろうなやっぱり若い頃は結果をすぐ出したいとか、うん、結果をすぐ知りたいとかだったけど、うんうん、やっぱりこう今は、うん、あの今答え出せっていうんだったらもうノーしかないよって、うん、だってまだこれ、うん、なんかいいけどいいけどこれとこれはちょっと引っかかってるな、うん、やっぱりこういうことはちょっと時間かけて見てみたいなとか、うん、いろんな方法をこう試してみたいなって思う中で、うん、すぐっていうんだったらノーしかない。うん うん、だけどもう本当にヒーさんが言うように少しずつっていう、うん、じゃあゆっくり見ていこうじゃあゆっくりいろんなあれを試してみようと言われたら、うん、ああじゃあそこでいろいろ、ね、違いも、うん、あの共通点もね、うん、あるわけでそっからいろんなものが見えてくるのかなって思うから、うん、やっぱりなんかいいよねそうやってこう、うん、急がない方法。うん うん、急いでもいいことと急がなくちゃいけないことと急がない方がいいこととってやっぱりこう、うん、なんかこう一緒にあるのかもねそうですねかみひとえなんだろうな,、うん、なんかうん、うん、でもなんかこう最近ふと思うのは、うん、私もともととってもせっかちな性格なので、うん、でも私が多分急いでることの多分9割ぐらいは急がなくていいんだろうなって最近思います私も 私は何をこんなに生き急いでるって言っておかしいですけど、うん、何をこんなに私はこう毎日生き急いでるんだろうなってふって思う時に私がこの焦ってる9割はきっと焦らなくてもいい9割なんだろうなってやっっっぱちょっと思ったりします、うん、でその焦ることによって本当にやらなくちゃないこと急いでやらなくちゃないことがやってる、うん。 でそのなぜ行き急ぐか私もそうだったんだけど行き、うん、急ぐかっていうとでもあのそこに気づいたってことは、うん、ああ自分がこういうことが不安だったんだなとか怖かったんだなっていうのが見えていく一つでもあるから、うんうん、とってもなんか美里はこう自分の中でこの気づきとかっていうことをいっぱい起こしてきたんだろうなって。 うん気づきってすごいう大事ねハートさせられることが多いですよねヒーさんからコメントいただいてます我慢して一つ一つ修正箇所を見つけたい思いと周りの結果に対する意見はとんでもない壁に感じたことがあり人生の財産になりましたよそうだよね振り返ると財産になるんですよねとってもねでも時々ね断捨離しないとね <laughs> <laughs> もしかしてそこにあれこれはちょっとんいらないかなっていうのもあるからねそうですねそれはねそ,<う>それをこうやるとまた新しい何かがね、うん、入ってきてくれたりするからですねあ、うん、なんか今日終わったら何食べるお腹空いたな私今体質改善中なので食べてきました今日肉まんかな<ま>ん <laughs> 小麦立ちしてるって言ったのにリュウさん私 <laughs> 私今小麦と えっと炭素炭水化物と糖質を今ちょっと抜いてます。<の>アイスクリームもダメだね。ダメですよ。なんかつれて行くことはできるけど、私は食べれないです。あのレーズンだけ食べる？<laughs> もうめっちゃまみれてるじゃないですか。<laughs> 一回洗ってくれます？<laughs> でもレーズンも甘いからダメです。あ、でもレーズンは砂糖で甘くなったんじゃなくて果なえ、果物もダメなの？<今>え嘘。うっそ今果物も抜いてます。わっわっぱっぱ。っっだからあの割りかし何食べるのじゃあ。 野菜多めです。野菜と肉と,、えー、と卵とかはそういったものですね、を食べてます、基本的に。あの、一時期はいって原始人ダイエットじゃないですけど、かもうそんな感じ、はいはい、その時代に食べれたであろう、まあ、お野菜とかお肉とか、まあ、お魚もそうですけど、そういったものを中心に食べて、だからお野菜はとってもいっぱい最近食べてます。うん。うん、一時期食べれてない気がするんですよって言ってたじゃないですか。あの頃にた こんなボールで今多分サラダ食べてます野菜食べれてるのはとってもいいなと思ってて私今カリウムをあまり取っちゃいけなくてあああのあそうそうそうでも何から来てるかわかんなくて、うん、甲状腺との合併症も考えられるんで石があそ,かそううーんと思ってっまち、ねまあ、ちょっとちょっっととそうだって私の食事のあれね石なんてたまるような食事ないから基本エリューさん野菜 <laughs> そう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 。ですもんね。そう、<当>お酒だって飲まないし。なんかおじさんみたいな病気になっちゃった。ね、なんででしょうね。つかぴーさんからそんなのが来てます。はい、またお茶いただきました。えりえさん、ミサトさん、ありがとうと。ありがとう。さこさありがとうございます。うん、いつまでやるの、それ。あとどれぐらい、えっと、しばらくちょっと体質改善が進むまではちょっと結構。 そうやってみてあ,んあのもう本当メイリさんもしてるけど私本当にかゆいかゆいってなるよね。かゆいかゆいがでも本当に控えるとかゆみがとっても収まります。わかる。もう本当に、うん、あんだけね寝れないぐらい夜中かいたりとか、うん、まああれはパン一気に食べちゃったせいなんですけど、うん、だけどもあんだけ頻繁にかいて寝れなかったとかあの日中でももうなんかあちこちこうずっとこうかいてるとかっていうのが頻繁だったのがかなり今も減ったので、うん、やっぱりちょっとやあの

なんか昨日だからあのちょっと中華のお店に連れてってもらって食べる時にあのなんかもう食べたいのよ麺が。でこの海鮮のあんかけのかかったラーメンあってでも痛くなるのが分かってるから周りも気をつけてくれていろいろ守ってくれてるのにと思ってあのご飯にその同じ具がかかってるのがあったから私これって言って。 それを食べましたけどねすごい我慢しましたね我慢してますわ <laughs> してますわってで,でも本当にあの葛藤はそうあのわかりますよ今日も目の前で昨日から、うん、スコーンの焼きたてスコーンだったんですよキャーもうしかも置いてある高さが私の鼻の高さなんですよ <laughs> ずっといい匂いがしてるんですよ <laughs> でずっと私が今控えてるの知ってるので知ってる人にスコーン食べたいです食べたい え食べまって言わせるだけ言わせてくださいって言ってもうこれで私今すっきりするから言わせてくださいスコーン食べたいって言って <laughs> それでなんとかこう発散して今日は一日乗り切りましたけどわかるーほんとにひいさんから頂い,いてますねえりゆうさん美里さんラーメン食べに行って語り聞かせてくださいななんつって今ラーメンほんと食べないのに食べたらもう,も,うも,うきもう大変なことだねえ大変なことだと思います、ね、痛みがね あ、ひさん、あ、もちろんキャンさんの陸上生活の話も聞きたいです,ね,<え>いいすね。もうね、本当にね、うん、いろんなことが。なんかこう、日々ありますが、どう、はい、本当、なんかキャン君のね。うん、陸上話いつか時間ある時、聞きたいですね。ねすねはい。ぜひぜひなんだろう、本当に、こう、いろんなことがある中で。うんうん、こうやって、今日も一日、無事過ごせるってことは、幸せなんだろうね。うんうん、そうですね。はい。では20、二十秒。 えー、この「ビーチボーイズ」の「素敵じゃないか」この曲がかかると「ああもう2時間終わるんだな」ってなんかちょっぴり寂しい気持ちと「あちゃんと2時間ちゃんと勤められたかな」っていう気持ちとうんまた1週間皆さんと離れるんだなっていう気持ちといろんな気持ちがねこうあの入り混じりますが、えー、今日のテーマ「同じ」「違う」 雑に扱うち,っちゃいななんかそんなやっぱりどこかしらみんなが日々こうなんかねなんかふと思う感じる感情だったりだと思うんですけどでもこのふと感じる感情をあのちょっと丁寧に扱ってみるというかそういうことから始めることによってすごくこう自分の中が整理されていったりとか。 その整理されることによって自分の中にこのスペースができてきていろんな部分で余裕ができてくるというか何であんなに私イライラしてたんだろうなとか何であんなに私悲しかったんだろうこんなにハッピーそんな思いにたどり着けたりします。もう本当皆さんねもしあれだったら試してもらえたらなあなんて思いますよ。さりげなないところにに幸せになるためのきっかけ 本当にたくさんあってそれをなんか私たちはんかこうパワースポットに行ってきたとか何かこう森林浴してきたとか何とかしたとか感度化したとか別にそんなことをしなくともふとこう静かに椅子に持たれて自分の内側にこう意識を向けることによってなんかこう。 ね、マイナスイオンを浴びたようなそんな心地よさにあの出会えるか思うななんて思います。あとそうですね私がちょっとこの頃こう感じてたことが何気なくフェイスブックをやってる中であのなんだろうこの野鳥クラブの前ねあの皆さんに話した藤見さんという方がいらっしゃるんですけどなぜこの人がそういえばこう。 いつもこう素敵なね野鳥の写真とか自然界の写真をアップしてくださってるんですけどこの方があのどうしてこの自然界の写真を撮るようになったかっていうことを初めて Facebook にこの間アップしてたんですけどあの土地開発だったり都市開発だったりいろんなこの便利になっていく世の中のこのな動きの中で自然が あのちょっと失われると思ってるだろうけどとんでもないあの水源がなくなっていくことにつながってるんだっていうことそれをあの防ぎたいからそこんな大切な大きなことが起きてるんだっていうことを伝えるためなんですよねっていうことをアップしてたのを見た時にこの方はやっぱりすごいなってあれだけのこの鳥たちの表情をとる自然界のこの 何なないいいさりげない表情をっている方やっぱりこういうことがあったんだな根本にってやっぱりすごい人たちはこの世の中に本当にたくさんいるなとこれからもなんかこの方の写真をあのアップされるのを楽しみにまたこの方はどの何を言いたくてこう今日のこの写真を撮ってるのかなっていう部分を見て こう角度を変えててね見いいいきたいなと思いますもしかしたらこの私たちが見ている普段の風景もちょっとこうなんだろう意識をして見てったら違うかなそしてあの隣にいるあなたの大切な人にもしちょっと苛立だってたら見る角度を変えたら本当ははんかその人のちょっと不器用なだけでたくさんの優しさをあなたに伝えたくてあなたのことを思って。 その言葉をあなたに伝えたのかもしれないということに気づくかもしれませんよぜひあのまず隣にいる人をちょっと優しい気持ちで見てみてはいかがでしょうかってなわけでまた後ほど かわいい、うん、えーひふみさんから来ております可愛いらしいですねはいお疲れごくんちょ遅くなりました今仕事終わりました先週は楽しい時間をありがとうございましたといただきましたいいえこちらこそこちらこそでございますよありがとうございましたもうかわいらしいごくんちょかわいいですねごくんちょかわいいよね <laughs> あのあのさこの整った顔からはい、はい、ねこの言葉が出てきますからねかわいいちょっとこれ狙ってるキュンときちゃうよね ね狙狙われててののかししら大変そそそうううういいいっ怪まあこの2時間過ぎてきたんだけど実は私この間 JAL に乗りました。で JAL でこのまあんだかんだこうね何 客室乗務員の方のお説明だって説明が終わった後に <laughs>、はい、あのに曲とか聴くわけじゃない、はい、そしたらさ、うん、なんと私たちのオープニングの、あのーうん、空はまるで,ですかそうあれが流れてきたのお<う>んーいやーすごいなと。お<う>どっちもこうではまず 曲目この曲からって言ってあのそのね曲が流れちゃって「お父たちのオープニングの曲だ」って「おんジャールと一緒ですか」みたいなちょっとこれラジオで話そうかなと思っていいのふふってありますねありがとうございますねいい感じでこのエンディングの曲は C&K のそうですね 終わりなきの運動そう終わらないんですよ。終わらないですよ。一応二時間という句にはあるんですけど、私たちはこのねまたこう会えない、お耳にかかれないこの一週間もね、繋がってますからねうとしいって言うなよ。それはね、はいな、はい。ひふみさんから褒められたと、はい、はい。ぜひぜひ。褒めてますよもちろん。もはいひさん人って数年経つと慣れて、ここ嫌いっていうところ恋人の時にあなたがその人の好きになったところなのが。 え本来の気持ちですああ<ー>、私逆に最初に言っちゃうなう嫌いって <laughs> まあまあはっきり言いますからね,<う>ねいや嫌いま本当に嫌いな人には言わ,言わないけどね まあ本気だったもん,、ねうん、なんか嫌いだったらさ別に接することないからまそう必要もないかなまずまずそこですね、うん、本当に嫌いならばそう関わるから嫌いって言っとかないとなとそうですね、うん、関わる以上とりあえず一回言わせてってやつですもんね、うん、あ好きなのかもって <laughs> いやいやでもこのこと言うとエリュに嫌いって言われたら、うん、エリュが好きって言ってるって思われたもあるよねまあ時と場合によって<ー><の>そうですね。ね その、これからも今後、そのね、仕事なり何なりの関係性が続いていく上での。一旦整理をつけましょうっていう感じなので、好きかどうかはまた別の話で。あ、うん。なんだ今ま。なんかおかしくなってるな。なんだ今ま。あ、今置いときましょう。え、ちょっと、私、今、あの、難しかった。なんか、あの。なんか、あれ。うん。なと、どっかの世界に行きましたね。今、ちょっと旅立ちました。あの、とっても流れが綺麗に喋ってたよね。 うまいうまいなんかでも難しかったでも滑らかに出たけど全然つなが伝わらないなと思います自分で話しててあれって思ってびっくりしたああでもいいですよありがとうございますはいイーさんからまあこれは夫婦の話ですと来てますねでもねなんかあるよねでもちょっとしたきっかけでまたこうポンと元に戻れたりねまあ戻れなくて一人になった私ですけどね まあ、ねな,んかまあ、なんかでも、うん、まあいろいろあると思うんですよ夫婦の形もうん、うん、離婚してからのお付き合いの形もね。ねなんか、うん、たまに聞くのが離婚してからの方が仲いいよとか言うあいる、ねうん聞きますし、うん、それはやっぱりこう なんかいい距離なんだろうね。多分適度な本当距離感を保てるからこそいいんでしょうね。逆に風船なったのが間違いだったんじゃないっていう私はつかったことありますけどね。そういう人そういうこと言う人ねそうかもしれないですね。でもなんだろうなあのなんかやっぱり一時一緒に時間を生きた人っていうのはまあ私の場合ですけどねあの。 なんだろうやっぱり前も言いましたが部活の一緒にやってきた仲間っぽいですよねでも部活はやっぱり学校卒業したら卒業し距離ができるからいい関係を保てるんでしょうけどね <laughs> 適度なね <laughs> そう二、うん、枚も用紙使っちゃいましたよみたいなはいーひいさんという僕はフリーですけどえそうなのそうなんですねちょっとにやけちゃいましたね <laughs> <laughs> そうなんですか。はい、ええ、なんかなんかなんかも、まあ、うん、みそと、うん、なんかこうね。いろんな中で、はい、いろんなことがある中で、うん、なんだろう。よし、やっぱりこうやって頑張って生きていこうかな。とか楽しんでいこうかなって思う。わ、うんうん、あー、楽しんでいきたいなと思ってます。うん、うん、とにかくあのよくこう。私こう。 狭いところしか見えなかったです。もう、そこしか見えなくなるからね。いや、大丈夫よ。私も。私も、そこしか見えなくなっちゃうの。そうそう、だけど。でも、どこ見てるかわかんないですけどね、今ね。なんか、まあ。まあ、そこに、それもそうですしね、なので。はい。はい、今日も愛しております。はい。みんな、愛してるぜ。手なわけで、私もみんな、思いきり愛してる。じゃあ、来週、また、ここで。おみに、見にかかりたいと思います。では、では。